こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。昨日の夕飯です。昨日は思いつきでね、鶏の甘酢炒めを作りました。一応ね、計量したんですよ。で、思いつきで作った割には美味しかったです。自画自賛っていうか、あのね、夫もね、美味しいって言ってたから、うん、大丈夫と思う。で、この鶏をね、均等にこう広げて食べやすい大きさに切ります。娘もね、美味しいって食べてました。まあね、よかったです。いつも甘酢をわざわざ作ってたんだけど、これならもう簡単にチャッチャッチャッってできるから、うん、よかったよかった。で、下味をつけます。下味の調味料が左に出るこれです。今日首をね、違えたのか、首が、うん、痛いな。でね、しっかり揉み込みます。で、甘酢だれを作ります。で、左に出てたやつがね、分量です。あ、自分がね、ちゃんと編集したのに追いつかない画像にもう困るわ。で、しっかり混ぜ合わせます。で、玉ねぎはくし形に切ります。で、あればね、ピーマンとかパプリカも入れて美味しい。これはね、フライパンにごま油を熱して鶏肉をドカンと入れて炒めていきます。昨日はね、掃除で竹汗をかいたからね、ビールがいつも以上に美味しかったです。玉ねぎを今ドカンと入れたね。そしてね、うち冷凍のこのパプリカを入れました。で、全体を炒め合わせます。でも大雨なんかがあったからね、野菜がきっと高くなる。うん、この前コメントでもね、高くなるって言って教えてもらいましたよ。もうだから冷凍野菜もね、うまいこと使っていこうかなと思います。で、言ってる間に合わせ調味料を入れました。でね、とろみがついたらね、出来上がりです。昨日はこんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。